上杉憲方は、南北朝時代から室町時代初期にかけての武将、守護大名。関東官令、上野国、武蔵国、伊豆国、下付国、安房国守護。三内、上杉屋五代当主。兼務二年、上杉憲明の子として誕生。天寿二年、令和二年に病床にあった兄、吉典から初代等を譲られ、天寿四年。 英和4年4月の吉則の死の直前には則春が、勤めていた、上野守護職や則春の所領も則方が治療をすべき、文として譲られた。吉則の死後、関東関令には則春が任じられたが、三内上杉家の家督は則方だった。約1年後の天純五年、攻略元年3月7日、則春が自害した。攻略の政変に乗じて攻め上がろうとする鎌倉久保を。 足利氏光に対する監視だったという。同年3月21日頃に乗り方は関東軍の大将として派遣されたが、上落はせずに伊豆山島に泊まった。4月15日に関東官令に任じられ、28日には鎌倉へ戻った。5月には乗り春が維持していた、上野守護職も乗り方に安堵された。郊は2年、英徳2年1月に官僚職から退いたが、 6月に再任されている。武将としての企業に優れ、宇治光を補佐しながら、小山義正、若犬丸不死の反乱鎮圧に功を挙げた。それらの功績により、上野、武蔵、伊豆、安房、下津家の守護職を与えられている。厳中9年、明徳3年4月22日、老齢と病身を理由に官僚職から退いた。ただし、その後も引き続き、 関東管理として在職していたとする説もある。大江元年10月24日、死去。去年60、墓所は自身が鎌倉に建立した赤月院。また、極楽寺駅付近に、上杉乗方夫妻の墓と伝わる7相当、5相当があり、付近には逆主刀と伝わる、法教院党も存在する。赤月院の上杉乗方の墓、ありがとうございます。